イスタンブールで何したいですか？特にやりたいことがあるわけではないかも。プロランとしたい。トルコの名物料理。あ、でもあれでしょ？世界最大三大料理。中華料理。なんだっけ？ケブブ。フランス。フランス料理もなかなか食べたことがないから食べてみたいね。イタリア料理のパスタとかピザとかの馴染みが深い。トルコアイスおじさんが婚ひょうひょういしてやるのを見てみたい。あれあれ多分好きな人と嫌いな人いると思うんだよな。俺は帰っちゃうかもしれん。いや嘘だけど、俺クソ嫌い俺嫌いな人よりはそんなクソ嫌いっていうほど嫌い。嫌いな人多いね。めちゃくちゃイラつくあれ曲がりなんて帰る人とかいるんじゃねえかな。衛生的にどうなのかな、トルコって。わかんない。わかんないけど。大丈夫だよ。美味しいから。あれのコーンを食い出す動画好き。そんなあるんだ。ありそうだな。小学生の時、トルコアイスの売店に行って買ったのですが、最初わけわからなくてコーンを渡されたので、食っていいのかと思って食ったら表情が一瞬で変わった。コーン食われたらどうすんだろう。どうすんだろう。食いかけのコーンに、あのつけるわけにもいかないもんね。アイス取るやつ。アンファイ、センキュー、アンデューなんていつ使う。なんかさ、CSG のインタビューで、日本語、じゃあ英語喋れない人がインタビューに出されちゃって、トルコのプライヤーかな。で、ゲーム、まず勝利おめでとうございます。ゲームの印象はどうでしたかっていうのを英語で聞かれて、アンファイ、センキュー、アンデューって言ってた気がする。めっちゃおもろかった